先日、とあるこじんまりとした旅館に泊まった。少し不便なところにあるので、訪れる人も少なく、静かなのが気に入った。スタッフは気が利くし、庭も綺麗で部屋も清潔。文句なしの有料旅館だ。山の中にあるため、夜遊びする場所もなく、日付が変わる頃には、旅館の中は静まり返っていた。早めに床に着いた俺は、夜中の2時過ぎくらいかな。なぜか目が覚めてしまった。その後寝つけないので、静まり返った館内を探検してみようか、なんて思いついた。部屋のドアを開けると、廊下は電気が消えていて真っ暗だった。非常口を示す緑の明かりだけが寒々しく廊下を照らしている。旅館にしては不自然だが、省エネかな、大変だな、などとバカなことを考えながら、俺は肝試し気分で探検をしていた。突然、目の前で人が動いた気がして、俺は目を凝らした。窓から入ってくる月明かりの中、客室のドアの前で何かをしている旅館スタッフのおじさんがぼんやりと見えた。カチャカチャという小さな金属音が聞こえたので、まさか盗みに入るつもりか、と思って、俺は隠れて様子を伺っていた。だが彼はドアを開けようとしていたのではなかった。ドアに南京錠をかけていたのだ。俺はまずいものを見た気がして、物陰に身を潜めてじっとしていた。鍵をかけ終わったのか、おじさんがこちらに歩いてくる。この先にあるのは俺の部屋だ。彼は俺を閉じ込めるつもりなんだ。体がこわばった。何かわからないが危険だ。絶対見つかってはいけない。そう思って必死で息を殺していたが、俺の横を通り過ぎた時、おじさんはあっさり俺を見つけてしまった。おじさんはひどく狼狽しながら腕時計を見て、仕方ないな、一緒に来てください。と言って、俺を無理やり立たせて、どこかに引っ張って行こうとした。逃げようにも、すぐに何人ものスタッフが来て、俺を取り囲み、その中の一人が持っていたバカでかいチャッカマみたいなものを向けながら、無事でいたければ、絶対声を上げないでください。というので、俺はおとなしく彼らについていくしかなかった。連れて行かれたのは宴会場だった。電気の消えた暗い旅館の中で、そこだけは電気が全部ついていて明るかった。旅館の人や地元の住民っぽい大人がたくさんいて、さらにテーブルの上には郷土料理みたいなものがたくさん並んでいて、いつでも宴会が始められるようにスタンバイしてあった。適当な席に座らされると、40代ぐらいのおばさんが俺の前に来て、運が悪かったね。心を落ち着けていれば大丈夫だから、頑張ろうね。などと、しきりに俺を元気づけてくれた。やがて、こわもてのおじさんが俺の横に座り、強い口調で言った。宴会始まったらな、楽しく飲み食いするんだぞ。そりゃあもう楽しげにな。そのうち新しい客が来るけど、その人のことは気にするな。気にしてしまいそうなら、その人のことは絶対見るんじゃない。ただし、目をそらすなら、不自然にならないようにな。決して楽しそうな雰囲気は壊すな。年に一度、必ずお迎えしなくちゃいけない相手だからな。絶対に、無礼を働くなよ。やがて、宴会が始まった。おばさんたちが気を使って料理をよそってくれたり、ビールをついでくれたりしたが、
俺は料理を箸でつつくのが精一杯だった。みんな表面上は楽しそうにしているが、何かに怯えているのは明らかだった。こんな時間に目なんか覚まさなければ、と自分を責めているうち、突然部屋の温度が下がったように感じた。暗い廊下の向こうから、ピタ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 、という足音がゆっくりと近づいてくる。旅館の人たちは気づかないふりでもしているのか、それまで以上に楽しそうに騒いだり、料理を食べたりしている。下手に喋るとやぶへびな気がして、俺は美味しい料理に熱中しているふりをした。やがて足音が変わった。木の廊下から畳張りの宴会場に上がってきたのだ。料理ばかり見つめている俺の視界の隅を二本の足が通り過ぎた気がした。黒いというよりも暗いという表現が合うおかしな存在感の足だった。子供か女の足のように細いがひどく重さを感じる足だった。それは横長のテーブルをぐるりと迂回し、俺の斜め向かいにやってきて座布団に腰を下ろした。皿の上の料理をつつきながら悲鳴を上げそうになるのを一生懸命こらえているうち、不意に重苦しい冷たい空気が消えたので、俺は思わず顔を上げた。周りには先ほどまでの作り笑顔をやめて、ほっとした表情のみんなの顔。終わったよ、と隣の席にいたおばさんに言われ、俺の体から一気に力が抜けていった。その後、恐ろしい体験を共有した者同士の本当の宴会が始まった。さっきまで味が全然わからなかった料理を美味しくいただいて、酒を飲み交わして、その場にいたすべての人と妙な連帯感を共有した。部屋にかけていた南京錠もすべて回収したようで、おそらく宿泊客の中に閉じ込められていたことに気づいた人はいないだろう。気がつくと夜も明けかかっていて、俺は部屋に戻って寝直した。目が覚めた時にはもう日は高く昇っていて、部屋の外はなんてことない普通の旅館に戻っていた。予定時間よりも少し遅れてチェックアウトしたのだが、あんたはもう仲間だよ。またいつでも来てね。と旅館の人が総出で見送ってくれた。みんな名残惜しそうにしてくれたし、俺もこの人たちと離れるのは悲しかった。もう彼らは俺の友人になっていた。あの出来事のせいですごく強い絆が生まれたのがわかるんだ。ただそうであっても俺があの旅館に行くことはもう二度とないだろう。あれは俺が小学5年生の時だった。俺の家族はその時アパートの3階に住んでいたんだ。ある時上に住んでいた4階の住人が引っ越した。夜中とか結構ドタバタうるさい部屋だったので正直ラッキーと思っていた。次の日弟が俺をその4階の部屋の前まで引っ張ってきて、いいもの見せてあげるよと言った。ほらここの家鍵が閉まってないんだぜ。本当だ。きっと住人が出て行く時に閉め忘れて、大家さんもチェックをするのを忘れたまま帰ってしまったんだろう。もちろん家具などは運び出されてしまっていてもう何もないが、自分の家と全く同じ家具のない部屋の中にいると不思議とワクワクしてくる。
俺たちはその部屋を秘密基地にすることに決めた。友達にだって内緒だ。それから多分3日ぐらい経ったと思う。予想外に学校が早く終わった俺は、家の鍵を忘れて出かけてきてしまったことに気がついた。母さんは仕事だし、弟はサッカークラブで、夕方まで帰らないだろう。困ったな。どこで時間潰そうか。突如、俺の頭に明暗がひらめいた。あの部屋の中で待っておけばいいじゃないか。この間、弟とあそこで遊んだ時、トランプやいくつかのおもちゃを置いたまま出てきたはずだ。それで遊びながら弟の帰宅を待てばいいだろう。そんなことを考えながら、俺は勝手知ったる人の家でドアを開けた。え？何これ？その部屋にはちゃんと家具が置いてあった。誰かがまた引っ越してきたんだ、と思い込んだ俺は慌ててドアを閉めた。しかし、怖いもの見たさで細くドアを開けた俺は不思議なことに気がついた。この家具の並べ方、部屋の雰囲気、なぜか懐かしい。部屋に上がってシールをベタベタ貼り付けた冷蔵庫を見て、ついに理解した。ここは4年、5年、もっと前かもしれないが、俺の家なのだ。なぜ4階の部屋に入ったはずなのに、4年前の俺の家になっているのか。さっぱりわからなかったが、ただただ懐かしさで、ふらふらと家の奥に入っていった。ああ、このテレビ使ってたな。俺の机小せえな。この電話も。電話に触ろうとした瞬間、ジリリ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 ーと、いきなり電話が鳴り出した。とっさに取ろうとしたが、ふと手が凍りついた。4年前の俺の家には、小学5年生の俺はいないはずだ。だから俺は、この電話を取ってはいけない。そう思うと、この異空間が急に恐ろしくなってきて、鳴り続ける電話を尻目に、一目散に逃げ出した。その数時間後、帰ってきた弟と一緒に、この部屋に入ってみたが、4年前の家なんてあるはずもなく、少し薄暗い家具のない部屋が広がっていた。ただ、押し入れの中に隠してあったトランプやおもちゃは見つからずじまいだった。今でもふとこの体験を思い出すと考えることがある。もしあの時俺が電話を取っていたらどうなっていたのだろう。くだらない妄想かもしれないが、あちらの世界は意外と常に甘い餌を用意して、こちらの人間を狙っているのかもしれない。しかし、話は変わるが、成長した俺は今は受験生で、今、最も勉強が辛い時期だ。今あの部屋の電話が鳴れば、俺はその受話器を取ってしまうかもしれない。